イルトライターモード起動します。こんにちは、兄です。今日はウルトラマン X のデラックスウルトライザー、こちらで遊んでいきたいと思います。パッケージはウルトライザー本体とウルトラマン X の写真が載っていて、君の銃撃をナビ音声でガイド、ナビゲーションシステム搭載、必殺光線打ち放てとね、こんな感じで書いております。裏面はですね、君の銃撃をナビゲートしてくれる。トリガーを引いて銃撃を放つたびに、銃本体からナビゲーション音声が鳴るギミック搭載。また、モードを切り替えることで様々な銃撃を放つことが可能になると。ナビゲーションしてくれるっていうのはね、売りなようでね、結構至るところでナビゲートとかね、ナビゲーションとかそういう言葉が出てきます。で、ここに地球防衛チームジオのね、説明が書いてあるので、ちょっと読んでみましょうかね。ウルトラフレアによる怪獣出現の被害をきっかけに怪獣や異星人に立ち向かうために結成された精鋭チーム、地球防衛機構アンバーの下部組織である3台の地上ちょっと字がちっちゃくて読めない、地上配備軍領ジオアトラス、ジオアラミス、ジオポルトス、そしてジオマスケッティと呼ばれる可変型無人ユニットブラスター銃等を駆使し、日々地球の平和を守るために戦っているそうです。はい、それでは中身出していきましょう。はい、中身はジオブラスターと、そしてね、アタッチメントのウルトライザー、この2つになっております。で、ベースになるのはね、このジオブラスターなんですけども、これがね、ハンドガンみたいな形をしていて、すごいね、サイズがいいんですよ。持った時のね、この感じ、これがちょうどいい。大人も子供も持った感じがすごい、ね、しっくりくるんですよ。で、銃のね、おもちゃって大体ね、中途半端なサイズが多いんですよ。でっかすぎちゃったりとか、ちっちゃすぎちゃったり、そんな感じでね、持ちづらいものが多いんですよね。だからまあ、これはね、本当にサイズがすごい気持ちよくて、持っていてね、なんかこう楽しいっていうか、こう腰にね、ぶら下げたくなるようなね、そんな感じなサイズです。で、全体的には成型色で、赤の部分が塗装ですね。反対側を見るとこのような感じで、ここにスピーカー、そしてここにスイッチ、電池はね、ここですね。ドライバーで開けるタイプです。中身はね、単4が2本ですね。正面はここがね、青く塗装されていて、まあ、ここから何かがね、ビューッと出るんでしょう。で、上のね、ここの部分の黄色、ここがね、クリアパーツになっていて、LED で発光したりします。まあ、打ったりした時にね、ピカピカ光るみたいな、そんな感じになっております。どうしようかな。音声行く前にウルトライザー行っちゃおうか。ウルトライザーの外観はこんな感じで、ここにね、ジオのマークが入っております。これはね、シールですね。で、灰色の部分は全部成型色で、赤い部分が塗装。この上のね、ウルトラマンの顔の半分みたいになってるところは銀色に塗られていて、目の部分がクリアパーツです。ちょうどね、こっちの、ね、ジオブラスターのこの発光部分が、まあ、くっつけるとここに来るみたいなね。だから目がピカピカ光るように、まあ、なるっていう感じです。正面はこのような感じで、正面は特にね、ここら辺は発光ギミックとかはないんですけども、ここのね、部分がまあ動くわけですよ。これはまあ、後でね、やっていきます。で、反対側はこんな感じで、まあ、右も左もね、側面は大した違いはないです。ただ、こっち側ね、ここにボタンがあって、これジオブラスターと、くっつけた時ね、今度これを押して、外すみたいな、そんな感じなね、ボタンがついてます。裏面はこんな感じかな。うん。特にね、こいつは電池とかそういうのはなしで、もう単純にね、くっつける、こう、まあ、ものになってるような感じですかね。はい。じゃあね、そろそろ行きましょうか。ジオブラスターの電源を入れます。オン。起動します。あなたをナビします。はい、あなたをナビしますということでね、やっぱりナビゲーションがね、この銃の売りなんで、そういう、まあ、音声が入っております。で、これで音声が鳴るようになったんですけども、ここね、銃をね、こう撃つと音が鳴ります。じゃあ行きましょうか。ターゲット、ロックオン。はい、銃撃音の後にターゲットロックオンっていうね、ナビゲーションが流れます。2回目を押すと、ターゲットに命中しました。お見事です。3回目を押すと、素晴らしい腕前です。4回目を押すと、ターゲットロックオン。はい、最初に戻りますね。押すと銃撃音が流れて、ナビゲーションの声が流れるっていう感じなんですけども、連射もね、対応していて、連射するとね、銃撃音がガンガン鳴ります。こんな感じです。ターゲットに命中しました。お見事です。で、このね、最後のナビゲーションは、何回押したかで、流れる音声が変わるので、何が流れるかを、自分でね、これ流したいと思うのがあれば、回数を数えて、そこで止めれば、自分の意図したね、ナビゲーションの音声が鳴るみたいな感じなんですけども、めんどくさいからね、適当に打てばいいと思います。で、今ね、普通のそのブラスターモードだったっけななんですけども、ここをね長押しすると、そうするとね今度ねパラライザーモードっていうのを、説明中になっちゃったんですけども、一定時間ね何もしないと省エネモードっていうのになって、スリープ状態に入りますね。でこれ解除はまた押せば戻ります。でパラライザーモードですね、これ長押しなんですけども、押します。パラライザーモード起動します。はい、パラライザーモードはなんか会場しびれさせたりするのかな、なんかそんな感じなモードっぽいんですけども、これで銃撃音の音が変わって、そしてナビゲーションもね少し変わります。いきます。2回目。やりましたね。3回目。ターゲットに命中しました。4回目。お見事です。5回目。ターゲットロックオン。はい、こんな感じの音声が入っていて、4種類のナビゲーションの音声と、銃撃音、そんな感じですかね。で、ブラスターモードに戻るときはまたここを長押しするとブラスターモードに戻ります。ブラスターモード起動します。はい、これでね最初のモードに戻りました。じゃあ次はねお待ちかねのウルトライザーね、これをくっつけていきたいと思います。ここにねこういう風にもうこうはまる場所があるので、これにこうね、ここの部分ですね、ここをこう合わせて入れます。いきます。はい、ウルトライザーモードになりました。で、今ねウルトライザーモードで形はね、こんな感じで、これがついた分ねやっぱちょっと重たくなるので、子供的にはこう持った方がいいかなっていう重量になりますね。大人は片手でもいけてます。なんかちょっと片言になっちゃったけど、片手でいけます。そして今度ね、銃を撃つとギミックが発動になるんですけども、それではね、ギミックいきましょうか。いきます。はい、この部分がね、前にせり出して横に倒れて、ウルトラマンがね、スペシウム光線を打っているようなね、こんな形になりました。これはね、素晴らしいデザインですよね。下手するとめちゃくちゃかっこ悪い感じになるかもしれないんですけど、それをね、うまい感じでね、この銃のデザインに落とし込んでるっていうね、これは本当にナイスセンスですね。あと、この発想はね、なかなか出ないです。で、今ね、モードが変わったんですけども、じゃあ銃撃ってみましょうかね。はい、こんな感じでね、じーっていって、ナビゲーションの音声が流れます。2回目。3回目。4回目。3種類の音声で4回目押すと最初に戻るみたいな、そんな感じです。ちょっとねセリフが頭に今入んなくてどうだったか分かんなくなっちゃったんだけど、多分3種類の音声が入ってると思います。それでは最後必殺光線ね出していきたいと思います。このねトリガーを長押しです。ウルトラマンの力をチャージします。チャージ完了。はい、チャージ完了したらトリガーを外して、でもう一回トリガーを引きます。いきますよー。はい。やーって言った後ね、ビームが、流れるっていうか、ビームが流れるじゃない、ビームがね、発射される音が鳴ると。注意しなければいけないのは、チャージを途中でやめるとね、モードに入らないので、しっかりチャージするということですね。途中でやめるとね、こんな感じになっちゃいます。だから2回ね、ウィーンウィーンっていうのをまあ聞き切ってからトリガーをね離すっていうことをしないとちゃんとモードに入らないので、結構ね子供はね焦ってね指外しちゃうんで、まあ最後までね聞き切るまではずっと握ってろっていうね、これを言っておいた方がいいですね。もう一回いきましょう。はい、 OK です。まあこれでね打てるっていう。はい、こんな感じです。ウルトライザーをジオブラスターから外すときは、ここのボタンですね。これを押しながら、引っこ抜く。こんな感じです。ブラスターモード、起動します。抜くと、ブラスターモードになってね、また普通の銃撃音が鳴るようになります。はい、こんな感じですね。はい、デラックスウルトライザーで遊んでいったんですけども、これはね本当に楽しいですね。まずねサイズがねすごいいいんですよ。もう大人の僕もねこう持っていてね、こうなんか気分が盛り上がってくるっていうか、もう本当にこう楽しい、音になんなくても持っていたいみたいなね、そんな感じですね。で音声に関してはブラスターモード、パラライザーモード、ウルトライザーモードでねそれぞれいろんな音声が鳴って楽しいですし、打つたびにねナビゲーションがねこういろいろ言ってくれるので、気分はね盛り上がりますね。でナビゲーション聞きたくないなと思ったら連射して銃撃音をねガンガン鳴らすみたいな、それでもね楽しめるし、なかなか本当によくできているおもちゃだと思います。ジオの隊員になりたい人は絶対持っていた方がいいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。